はい、どうも、車のチャンネルでーす。車のチャンネルでーす。今日はですね、新型のヤリスの情報がね、いろいろ揃ってきたということで、はい、こちら車の歩く図鑑ことペイさんにねちょっと語っていただきたいなと思っております。モーターショーのちょっと前にね、もう車自体はね、うん、公表されてたんだけど、ね、まあ、今回ね、はい、まあ、価格であったりとか、うん、スペックであったりとか、うん、まあ、燃費、うん、その辺がね発表されたということで、楽しみ。バリエーションとしてはね、はいはい、1リッターエンジンのモデルと、うん、1.5リッターの自然吸気で、あとは、1.5リッターのハイブリッド、うんうんうん、まあ、この3種類が あるわけなんだけ ど、まあ、価格がね一番安いのが139万5000円。これは届きやすいですね。これ安いね、うん、139万から、そうだね、うん、で、全員のモデルだと、1.5 リッターの通常の、エンジンの方なのかな、まあ、これがだいたい150万円台前後。あ、今回ね、はい、すごい大きなトピックスとしては、はい、燃費。お、これがね、ハイブリッドで、うん、WLTC モード、はい、二輪駆動のね 2WD の方で、はいはい、WLTC モードの平均がなんと36キロ。いや、すごい。だ、36キロですよ。こっから地元まで帰れるよ。いくつからヤリスにね、名前を変えたっていう経緯も、うん、まあ、新たな、うん、まあ、一歩、うん、コンパクトカーとしてね、はい、新たな一歩を生み出すという思いがあったっていうことなので、うん、なるほど。まあ、まずね、この燃費っていうのが、うん、すごい重要な、ね、スペックのうちの一つだそうですね、確かに。ことなので、はい、まあ、新たなね、うん、コンパクト化の時代がこれで来ると来ました。というかね、はい、ラリーを、はい、まあ、WRC をやってますね、やってますけど、ね、まあ、それのベースとなる、うん、ヤリス GR4 おっていうのが、まあ、今後出てくると。いや、素晴らしいですね。いうお話、まあ、買ってる情報だと 1.6 リッターの3気筒ターボ、なるほど、で、駆動方式はフルタイム 4WD で、しかも、トルク可変型、まあ、前後の、駆動トルクを50対50から、うん、まあ、可変されると。いや、いいですね、うん、走りのヤリスですね。そうそうそう、あ、すごい。あの、もうちょっとね、いろいろかっこいい、今あちこちで宣伝やってて、やってるよね、サーキットとか行くともうポスターがドカーンってあったりして、ある、ね、すごい売り出してるなと思って、ちょっと気になりますね。じゃあ予約して起きます。ちょっと予約しちゃいます、うん、まさかの、え、ちょっと、どうしよう、今お金ないんだよな。